こんばんは、平成セブンの知念優里です。平成セブンウルトラパワー、今週も知念優里が担当します。はい、まあ10月9日ですか。2017年は終わりだねっていう風にはなんか思うようになってきましたね。9月過ぎたぐらいからもう今年終わりモードに入ってきて、そっからまた年越して、また気づいたら9月になってるんですよ。1年って早いなって。なんかこうちっちゃい時にこう先生だったり大人の人が言ってるなんかことが分かってきたなって、そういう意味では私大人になりました。ということでお便り読みたいと思います。滋賀県ラジオネームアリラムさんからです。平成セブンの誰かさん、こんばんぱいや。こんばんぱいや。有岡くんが大好きな中二の女子です。早速ですが、セブンの皆さんは小文字を使う女性ってどう思いますか？例えで言うと、だよねとかっていう、だのとねの間のだよねのよだけ小文字みたいな、あといいじゃんとか、まあいいじゃんの2個目のいがちっちゃいとか、まあなんかこれ書いてあると、じゃんもあのちに点々の方です。私的には読みづらいし、ちゃんとした日本語じゃないのではっきり言って嫌いです。セブンの皆さんはどう思いますか？もし小文字で文章が送られてきたら何と返しますか？ぜひ聞かせてください。これからもお体に気をつけて頑張ってください。うん、僕も嫌いっすはっきり言っちゃうと僕もね、好きじゃないですよこれ。何を表してるかちょっとよくわかんないですよね、ちっちゃいと。あと地に点々パターン、もう日本語間違ってるじゃないか。そういう人とはちょっとあまり仲良くできないっていう風に思ってしまう。まあ、そういうのはまあ友達ともやりとりぐらいだったらギリギリかなって思いますね。なんかこう大事なものとかでもしこういうのが混ざったら、ちょっとこの子大丈夫かなって思っちゃうんで、皆さんぜひ正しい日本語使いましょう。はい、それでは知念優里の平成セブンウルトラパワー、最後までお楽しみください。